岩本論。はい、皆さんこんにちは、楓です。そして岩本です。そしてウームゴルフ1号です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はカズサマナークカントリークラブに来ております。はい、おなじみの岩本論なんですけれども、うん、今日はなんと復習編なんですよね。はい、うん、岩本論大好評で、はい、もうそろそろ1年くらい、はいはい、私たちも2年生になりました。はい、確かに新規おめでとうございます。そう言われると本当に成長してるんでしょうか。してます、はい、してます。あのちょうど1年くらい経つので、はい、まあ、岩本論本当にいろんなことを最初、はい、鍛錬が大事ですよっていうところからやったと思うんですけど、はい、ちょっと1年経ったので、うん、ちょっと復習ということで、はい、結構反響があったものっていうのを復習していきたいなと思うんですけど、はい、あの僕がやったね、うん、僕がやったっていうと楓ちゃんに怒られちゃうかもしれないです。楓コンペの裏で、はい、山本コーチと僕2人でやった回、はい、歯で打つ、歯で打つ、歯で打つっていうのは本当に再生もされてますし、はい、まあ、これで救われた人がたくさんいる、はい、本当ですね。結構聞くだけだと衝撃なんですけど、はい、聞いてやっと分かるというか、はい、説明を。ただですね、あのちょっと僕、うん、ゴルフから離れてる期間がありまして、はい、まあ、やっぱり自分でやってると、うん、やっぱいろいろわけが分かんなくなってくる、うん、ただこの歯で打つを思い出すと、うん、あ、やっぱりうまく打てるなっていうのがあって、うん、でちょっと僕が改めてこう感じたことっていうのを岩本コーチに伝えさせてもらうので、はい、まあ、そこで復習という意味も込めて、はい、歯で打つをもう一回教えてくださいと。はい、わかりました。はい、そうですね、大事です。そして新入生の方もいると思うので改めて聞いていきたいと思います。はい、はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで、はい、なんかね、僕が言うのもなんなんですけど、うん、歯で打つのイメージなんですけど、はい、あの本当にここですね、歯、はい、リーディングエッジっていうんですかね、はい、ここでまずボールを捉えるように打ってみてくださいっていう風に言われたんですけど、はい、まあ、僕最初、うん、トップしか出ませんよっていう、うん、ここで打ったら、はい、ここで打ったらトップしか出ませんよっていうイメージだったんですけど、うん、なぜか芯に当たってくると、はい、その時僕すごいヒールに当たってて、はい、やっぱりスライス、すごいスライスしちゃってたり、はい、まあ、あとはかぶって左に飛んでたりみたいな、はい、まとまらなくてこの歯で打つっていうのやったら、うん、めちゃくちゃ芯に当たったっていうのが、うん、あの初回の動画ですね、僕と岩本コーチでやった、はい、これはすごいびっくりして、まあ、すごい反響もあったと、はい、いうことで、はい、でこれ、その僕がちょっとゴルフから離れてる期間中、うん、まあ、練習は行ってたんですけど、はい、こういうちょっとこれ僕にとっては結構 T 高い、はい、うん、これでも結構高めですよね、はい、これ高めですね、はい、結構高くて、はい、でもなんかドライバーってこれ僕だけか分かんないんですけど、調子悪くなってくると、はい、なんか球上がんなくてつまんないみたいな、なんかよくできないなみたいな時って、はいはい、結構やっぱ T を高くして、はい、なんか上げたいみたいな、はい、でこういうちょっと高い T でこうだん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 こうなんで勝ち上げスイングみたいな、はい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 、でもなんか打ちっぱなしだとやっぱボール高く上がるとなんか気持ちいいっていうか、はい、楽しくなってきて、はい、でもこれがだんだんこの高いティーとか、うん、こう上げたい上げたいっていう動きがこう寝て入ってきて、はい、でこれがひどくなってくると本当にスライスとか右に出てくるっていうミスが結構増えてきちゃう。すごい分析されてるすごい、はい、だん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 こういう開いて入ってくるっていう時に、はい、この本当に歯で打つ、うん、こういうってなると、はい、歯で打とうとすると、うん、なんかドライバーってちょっとこうなんていうんですかね、かしげるというか、はい、アッパーに打ちたいってなるとだんだんこう右肩が落ちてきて、はい、落ちすぎてきちゃうっていうところが歯で打とうとしたら、うん、やっぱこっちに戻ってくるんですよ、はい、もう、はい、なんで体重が5対5になるイメージになってきて、はい、であとはもう本当歯で打つ、歯で打つっていうイメージで打つとすごくいい当たりになる。おー、ナイスショー。絶対右に行ってないですよね。いいドロー。今のも本当に真ん中に当たってるんですよ、うん、でこれってまあもちろん山本コーチも動画で話してくれてたんですけど、うん、はい、まあ、僕がやっぱ一番思ったのが、うん、あ、これフェースコントロールの話だと、うん、この歯で打とうとした時絶対に被らないし、はい、開いてくるっていうこともないし、はい、本当にこのインパクトゾーンでフェースがこうまっすぐ当たってくるっていうのが、うん、歯で打つって表現すると
誰でもこれがなんか勝手にイメージというか、うん、感覚でできる、はい、インサイドからしかイメージできないですもんね、うん、そうですね、まっすぐなんてできないですもんね、できない、うん、っていうのがこの歯で打つっていう素晴らしい理論だなと、すごいいうふうに離れてる間に気づいたんですけど、素晴らしいです。あ、これは花丸ですか。す、うん、花丸もその通りで、はい、今のでもすごく私も勉強になったのが、はい、ティーアップ高くして打っていくときって私たちこうハウトゥーが分かってるじゃないですか、うん、なのでティーアップを高くしたとしてもずっと打っててこう体重が傾いてくるっていう意識はあんまりないんですよ。でも今歯で打つってやった時に、うん、体重がどん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 こうアッパーになりすぎてフェースが開いた時に、うん、あ、そうか、歯で打とうとすると体重が五分五分になってくる、うん、あのまずこうニュートラルの場所が分かるって、うん、ありがとうございます。 いい気づき、もう花丸新たにね、うん、はい、素晴らしい。やっぱだん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 本当打ちっぱなしっていい球しか打ちたくないじゃないですか、うん、そうすると、はい、調子が悪くなってくると、はい、僕もやっちゃってたんですよ、このティー、はい、高くして、はい、なんか球低いから上げたいなみたいな、うん、でも本当さっき言ったみたいにだんだん右に出るようになってきたり、はい、なんかこう傾いて、傾いて、はい、で今度このままアイアン打つととんでもないことになるんですよ、この体重配分の感じで、はいはいはい、下から入っちゃう。そうなんです、うん、でなんかおかしいなと思った時に、うん、あ、歯で打つだというふうに思うと、そうですね、ニュートラルに本当に勝手に戻る、すごいっていうのがこの歯で打つ理論のめちゃくちゃいいところだなと思ったっていうのと、あともうちょっと詳しく聞きたいなと思ったのが、はいはい、ちょっとやっぱりこの歯で打つをイメージした時、はい、イメージで言うとこのインパクトゾーンに対してまっすぐまっすぐまっすぐなイメージにはなってくるんですけど、はい、若干やっぱこのまっすぐでイメージした時、うん、ちょっとこう左に出てきちゃう時もあって、はい、そういった時にこの歯で打つのこのなんていうんですかね、このフェースコントロールっていうのが、はい、このじゃあまっすぐって何、あ、なんか、はいはいはい、自分ではパターのようなイメージで打つんですけど、はい、うん、ちょっとまっすぐをイメージしてくるとこういうこっちに、わかるわかる、で、あ、多分なんかフェースかぶってんだろうな、はい、でまたんあれみたいな、こういうどっちに向いてんだろうみたいのが分かんなくなっちゃって、はい、まあこれが分かんなくなった時に歯で打つをやるとなんかこう正しく打てるんでいいなと思うんですけど、はい、ただやっぱからくりをなんか知りたくなっちゃうっていうのがこのゴルファーの差なんというか、はい、なんでだろうなみたいなっていうのがあったので、ちょっとここのまっすぐってじゃあ何なのっていうのをこの歯で打つのまあ復習プラスちょっと1個踏み込んだフェースコントロールの話みたいなのを、はい、ぜひやっちゃいますか、やっちゃいますか、やっちゃいましょう、はい、わかりました。じゃあまずフェースコントロールって何かって言ったら、打っていきたい方向に対してフェースのこのこれまっすぐですよね、直角だとしたらもうもともと 10.5 その買ったドライバーのロフトがついてます。これのこういう動きの確認と、もう一つはヘッドのこの高さですね、うん、最下点がどこに来るかっていう高さと、うん、あともう一つはこのクラブについてるこういう開閉運動、うん、これのコントロールができるように、うん、あんまり考えなくてもできるようになるっていうのがこのドリルです、うん、はい、でまっすぐとは何かっていうと、うん、言っちゃう一つ僕らが多分思うまっすぐは、うん、これまっすぐの棒ですよね。棒だからこの通りにフェースを動かせばまっすぐっていう言葉のイメージだとは思うんですけど、はいはいはい、ただこれだとなんか左に行っちゃうことが多いんじゃないかなっていうようなイメージですね。そうですね、もともとドライバーなんかはそうでもないんですけど、ゴルフのクラブにはロフトっていうものがあります、うん、ロフトがこれ7番アイアン、はい、7番アイアンでまっすぐに構えた時っていうのはもともと左に行くようになった、左向いてる、はい、だからまっすぐまっすぐこうやってまっすぐ戻してくるよっていうともう左に行っちゃうんです、うん、あアイアンは。じゃあある意味正しいんですね、左に飛んでるのは正しい。あ、なのでまっすぐなイメージにするかって言ったら、うん、あんまりしなくて、やっぱり体っていうのはこういう動きじゃなくてこういう動きをするんだけど、うん、足は前後に動けますよね、はい、で手も
上下に動くので、これをどういう風にしてコントロールするかっていうのが大切になってくるので、はい、私たちが言うまっすぐっていうのはこういう円の中、うん、こういう大きな大きな円の中の一部分のゾーンをまっすぐ、だから円が大きければ大きいほどゾーンが、これまっすぐのイメージじゃなくて、ここにすごく大きな円があるわけです、ここに、はい、そこの円の一部分が若干まっすぐに、円が大きければ大きいほどなりますよね、うん、円がちっちゃかったらすごい角度がついて、うん、角度がついちゃうけれども、うん、大きな円の中の一部分をの動きをまっすぐって言ってる、下にあるこの円を描く人もいれば、うん、ここの大きな円を描く人もあれば、このプレーンを大きく描く人も、描き方によって全然円が違ってきますよね。確かに、うん、自分は土星の真ん中の丸いやつってことですね。丸いやつ、あ、自分の体の周りに大きな円があって、大きな円の中で体が回ります、うん、でも腕は上下に動くわけです、うんうん、ってことは右腕の役割と左腕の役割っていうのができてくるわけです、うんうん、そうするとウームゴルフ君が右手一本で最初のゴルフの指導をするとなると、どんな動きになりますか？指導ですね。指導です。もう正直にやりますよ。正直にやってください。OK です。でちょっとじゃあその指導で振ってみましょうか、はい、素振りでいいです。はいはい、 OK です。はい、じゃあ今度左、はい、左の指導をしてみてください。なるほど、ちょっと待ってくださいね。こうですね。はい、じゃあ私がやってみます。はい、何が違うんだろう。何が違うんだ。そんなに悪い感じしなかったけど。しなかったですよね、うん。私がやる、最初の右の指導は、はい、こっからうん、例えばこれを横、ここで振ろうとすると、うん、一切肘は体から離れてないの、わかります？あ、今離れてない、あー、それ私です。あ、なるほど。そうってことは、右肘の役割っていうのは、うん、縦でこうすると分からなくなるので、はい、縦でこういう風にしたら、うん、ここから肘が脇にこう、うん、ポンとクラブの重さで降りてくるわけですよ、はいはい、ね、そうすると肋骨にこのクラブの重さがかかってます、うん、その位置で回転、右に回転すると、別に自分の中ではこの手を何にも動かそうとしないのに、うん、ここに視点が、まあ、視点っていうかできるから、うん、クラブは始動します、動き始めます、うん、その時にこうやっていこうとすると、真横だとフラットの動きになりますよね、うん、フラット、これだとずっと、まあ、例えば前傾角度をしたとしても少しフラットな動きに、インサイドになる、うんうん、動きになります、はい、これまっすぐってできないですね。できない。これでまっすぐにしようとするから脇が開いちゃうんです、うん、あ、右手の役割はインサイドに触れて正しいわけです、うん、ここまで OK。 あー、なるほど。ここまで OK ですか、はい、だから絶対に手で振っちゃいけませんよっていうのは、まっすぐ意識しようとすると手で振る、あ、こうしといて、この状態で、あ、右手の役割って片手で打ったらフラットな動きなんだな、 横のこういう動きなんだなって思えば、うん、指導が正しく触れてくる、うん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 、痛いところ、疲れまくってもう立ってらんないくらい痛いんですけど、あの、はい、このやっぱフェースの開閉はあんましたくないみたいなので、はい、こうやっぱまっすぐ上げたいみたいな、はい、っていうイメージもあって、はい、でもそうすると本当おっしゃる通りで、はい、ここがら空きなんですよ、僕ずっと。はい、でこれとか本当に気になってて、はい、なんかやっぱプロのスイングとか見た時にこんな空いてる人いないよなとかって思いながら、はいはいはい、なんかただじゃあ締めてって思うと、はい、すごい窮屈な感じがしちゃうんですけど、はいはい、ただ今のこのところで、はい、じゃあ普通にこのまんままっすぐじゃなくてこういう風に、そうです、
動けば、はい、これなんかすごい自然な感じで自然な動きなんですできるんですよね、はい、ヘッドって結果なので、はい、何か動かそうとはしないわけですよ、うん、でもヘッドだけを動かそうとすると本当のエンジンが壊れちゃうあなるほど、はい、なんかやっと分かりました、はい、なんかってことは右手一本で振るイコール、うん、指導はやっぱり右手がとっても役割を果たすわけです、うんうんうん、じゃあ今度左手衝撃だと思います左手いきます左手はこの状態でいこうとすると動いてない、動いてない動かない、動かない指導しない、指導できない指導できないだってついてないもんここでついてきますよついて脇は締めてるんだけどでも右手につられて離れていくわけですよあでここでポイントは左肩と右肩がこう押さえてるんだけどこの肋骨あばらがスーッていくことによって右肩が少し上がって感じますよね、はい、でも上がってる分このグリップエンドってどうなってますか下がってますでも下げてはないんですね下がって見えるそう右肩がこういってこの高さがこうくるからちょっとだけ重さで下がるんですあこれって何かって言ったら出た初回だテーブル拭きなんですね岩本論の初回、はい、ってことは何かって言ったら右はフラット、うん、左手はテーブル拭きで、うん、こうするってことは左手は動かないで押さえる役割をする手なんです、ってことはですよ、はい、じゃあ僕がやっぱやってたのは、はい、やっぱまっすぐ上げたいんで、はい、左手も一緒にこうやってたんですよ、はい、やってたどっちもこうまっすぐこうやってだから多分丹田なんか使いっこないですよね抜け抜けですよねただ今コーチが言ってたのは、はい、左はつられてくるってことですよね、はい、ここに対してそうですそうすると少し落ちるでしょ落ちますね、はい、だここのつられてきてついてきてるだけで、はい、左手自身はこうやってはないってことですよねないですうわ全然違う全然違うしこうやって上げてました、はい、なるほどでもすんごい納得しましたこの歯で打つところに結びついてくるのはこれポイントでじゃあ右手はフラットになるじゃあフラットなまんまだとちょっと点になりますよね、うん、点になるから今度はこれを押さえる動きと左手をってしてあげるとクラブがインサイドに来ないでこっちは押さえてこのグリップの一番後ろぐらいをスーッと押さえてあげると自分で上げようとしなくてもテコの原理で右肘は緩んだまま脇から開かない、うん、左手は押さえるっていうとちょうどいいこの位置に来るだからここで離れてるのを脇締めろって言ってもそれはもう時すでに遅しで絶対に右に行くわけですよもうこの地点でも決まってくるんですね、うん、なるほどだからそのよくまあこれもレッスンで話に出るというか、はい、我々アマチュアはですね、はい、やっぱこのテイクバックからため、はいはい、でこうここを近づけるみたいなのをイメージすると、はい、でもこれもうシャンクか右にしか出ないんですよこれ、はい、でもためたいと思ってこうやって、はいなんかこういうシャドースイングしてる人も多分打ちっぱなしで結構いると思うんですけど、はい、それはもう僕は最初から空いてましたよって言ってるようなもんだから確かにガラ空きだから閉めてくるんですって言ってるようなもんだなるほど、はい、例えばですよこうはならないってことです、うん、この状態でクラブにつられてこうするとここは少し開きますこうは開かないけど、ねうんうん、少しこの位置は開くけれどもそうですそしたらもう閉まってるので、うん、何かする必要が確かに全くない。ここからこうはしないですね。もうここで、あとは引っ張ってくるだけっていう。そう。ああ。っていうのがまず理論です。はい、ってことはすごく歯で打つっていうのは何が大切かっていうと、はい、左手皆さん多分あんまり意識してなかった左手をこう積極的にまっすぐ動かしてたと思うんですけど、左手はずっと押さえるっていうのがポイントになってくるので。バックスイングで右肘にこう来ましたぐーっと押さえてきますこの時にハンドファーストだからって言ってこう引っ張っちゃう、うん、でも左手を押さえるのを徹底しなきゃいけない、は
はい、徹底しなきゃいけないからぐーっと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 押さえるとヘッドって引っ張っちゃうと落ちるんです、うん、左で押さえてあげるとクラブって落ちないんです、うん、っていうとこのまま歯で打つっていうこの動きに伝わってくると。なのでここからずっとこの位置じゃなくて左で押さえるのはこの位置からここまで最後まで押さえてあげると今度はここでスイッチします。が歯で打つにつながってきます。じゃあそのさっきのフェースの話でいうと、はい、まあ、ドライバーだったと思うんですけど、はい、やっぱまっすぐのイメージが、うん、この本当に、まあ、こういう棒も良くないのかもしれないですね。こういうのを置くと、はいはいはい、もうここからここだみたいな、はい、まっすぐまっすぐって、はい、特にやっぱ初心者のうちってこのイメージで確かに僕も打ってて、はい、だからスプリットハンドでやってたんですよ、はい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 、絶対まっすぐ打ちたいから、はい、でもそのイメージが今のこのスイングの中にあるこういう円、はい、ナチュラルな円のまっすぐ、はい、この辺ですよね。そうですそうですそうです。この辺のイメージがまっすぐになる、はい、その瞬間ですね。こっからここぐらいの感じがまっすぐになって、はい、でこれを、歯で打つってイメージが、まあ、勝手にそうですそうですこういう風になってくるっていうので、そのまっすぐ打ちたいのまっすぐをそのまんまイメージしちゃうと結局かぶって入ってきちゃうっていう、はい、ことですよね、はい、ってことはですよ、うん、はい、ってことは、はい、このインパクトゾーンのフェースのやっぱイメージって、はい、やっぱりもうこの時点で、うん、そうですね、まあ、どう切り取るかですけど、うん、やっぱここでちょっと開いてるくらいのイメージの方がまっすぐ飛ぶんですかね。そうです、ロフトがあるのでやっぱりちょっとだけこう開いて入ってくるような感じがすると思います。っていうことですよね、はい、絶対閉じるってことはないです。ここでぴったりまっすぐに合わせたいっていう思いがやっぱかぶりにつながるってことですよね。かぶりに、はい、繋がってイメージで言うとやっぱちょっとこう開いたものが、はい、ナチュラルにまっすぐに戻ってくる。そうです、イメージじゃないとあれなんかまっすぐしようと思ってんのになんかスライスが出たりとか、はいはい、左に行くっていう、はい、あーなるほど。ゴルフのまっすぐって何でしょうね、難しいですね。その、うん、そうやろうと思ってできるまっすぐはなくて、うん、他のことが全部複合してぴったり合わさった時に結果ヘッドがなんかまっすぐ動いてるよ、うん、それも切り取りのこの瞬間ですよ、うん、その瞬間がまっすぐに動くような動きはすると思いますけど、ですよね、意識的にまっすぐはしない。ああ、だからこれはこう、なんでしょう、我々は動画で伝えられるので、はい、なんかしっかり伝えていきたいですね、うん、この、うん、ここだけじゃないよっていう、はいはいはい、イメージ、インパクトで言うとやっぱりここをまっすぐっていうよりかはもうこっちの、さっきの指導のところからやっぱ始まって、はい、ここから自然と来るけど、イメージで言うとちょっと開いてるくらいの方がはいはいはい、まっすぐ飛ぶにつながる、はい、でこれをよくわかんないよって人は、うん、まずちっちゃい動きから ちっちゃい動きから歯で打つ、はい、ですよね。でもそれも早く撤去した方がいいで復習で言うと最初から大きい動きじゃなくて、はい、最初はその30ヤードちょっと短めぐらいに持って、そうで30ヤードぐらいからそうです、こういう感じですよね。で逆にこの30ヤードの時はまあ、まっすぐその打っていきたいところがここからまっすぐだったとしたら、はい、ちょっとだけ右に行ってもいいです、はい、っていうのがスイングスピードがまだ乗ってないので、はいはいはい、少し右に行くと正解です。そうですね、これぐらいこれぐらい、うん、しかもこの距離でも捕まってきてますね、ボールが、はい、でも昔その最初教えてもらった時もうすでに僕50ヤードくらいから歯で打てなくなっちゃってたんですけど、うん、なんか今それも上手くなってるような気がします。なんかじゃあ次50ヤード、うん、いい球、こんな感じで、でこれをだんだん大きくして大きくして、はい、最終的に歯で打つと、はい、
ちょっと楓ちゃんも久しぶりに歯で打つ、はい、はい。私 SNS によくミスショット載せるんですけど、はい、なんでかなとかって言ってると歯で打ってないねって言われます歯で打ってるってすごいみんなやっぱ忘れちゃうんですよね、うんうん、このイメージで歯で打つ、はい、歯で打ってないな確かに最近あ、でも右いってる？ナイス、オッケー。でも本当に歯で打つイメージだとフェイスの開閉もなくなってきますね。ちょっと捕まえたいとか、うん、こう開いてとかいうイメージもないです、うん、はい。で逆にもうお二人は触れる状態でこう小さな動きをしてくれるので、はい、そんなに難しく感じないですよね。難しく感じなくなりました。確かに。でもこれとっても小さい動きで30ヤードっていう方が難しく感じる人もいる。あ、でもそうでした、ね、そうですよね、はい、ちっちゃく打つができなかったですし、ちっちゃく打った時の方が出玉のイメージとか持てなかったです、はい。で今、ウムゴルフ君が言ってくれた、うん、その小さく打とうとした時に何か自分が、うん、フィードバック、例えばあ残りすぎちゃったなとか、うん、そういうのが早い動きだとフィードバックできない。確かに。今何だったんだろう、うん、なんでミスしたんだろう。でもゆっくりな動きをしようとするとこのままあなぜあの今の失敗したのかなっていうのがフィードバックするので、多分最初にこれをしようとすると小さい動きですると手だけの人とかはあれ？届かないとか。届かない。だからそれをもうあの面白くなくても、例えばあ少しおへそを一緒に動かして足使ってこようかなとか、そういうこうフィードバックの、 あの練習をしてみてください。自分がどんなミスがするのかっていうのを、うん、あ、そっか、そういう気づきにも。ちょっと楓ちゃん、はい、気づいてみましょう。じゃあ、はい、気づいてみてください、うん、ちょっとね、なんか右になんかスライスしてるっぽい感じも。うん、でもなんか今球が低かったのは、はい、なんでだろうな低かったのは、あ、ここで待てなかったからだ。抑えられてない。そうですね、うんうん、抑えが弱いからですよね。あ、早くなっちゃった今も。でも今のは抑えられてた。あ、抑えられてました、うん、体が回っていかなかった、うん、回っていかなかった。そうか、抑えるのとそこから一緒に行くのが一緒にならないといけないんですね。そう。おー、今のいいね。すごい、2球を得て分かりました今ので。で、こうやってやってくると、はい、私がいなくても大丈夫、うん、あ、そうですね、これをやっていけば。そうですね、そうなの。あー、でもそっか、気づいて直せるっていうのがいいですね、うん、自分で。そう、気づいて直せない。逆に自分で気づかないと直せないし、で、こういう練習を積み重ねると本当にスピード、すごいスピードで成長します。かえちゃん、ちょっとフルショットを打ってみて。そっか、フルショットも歯で打つイメージか、うん、最近すいません、はい、やってなかったです、フルショットの歯で打つイメージ。あー、低いな。歯で打つの伝わってきた。歯で打つの伝わってきました。でも今の歯で打とうとしてちょっと傾いた。あー、わかる。めっちゃわかる。そのまま回んなきゃいけないわ、ね、かる。あー、惜しい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 。でもね、左に行ってるってことはっていう、うん、そう。おー、ナイス。今のは良かったですね。帰ってきそうな球でした。すごい。おー、すごい。のイメージしてると、うん、やっぱここのインパクトゾーンがすごく大事になるので、うん、そんなになんだろう、
フルショットもフルショットじゃなくなってくるし、うん、あとテーブル拭きのイメージだったり、うん、とにかく意識がまあ下の方になってくるので、うん、なんかこの辺が手が浮いたりとかブレるっていうことは本当になくなりますよね、なくなるなって思いました、うん。まあ、やっぱ歯で打つ素晴らしいと思ったんですけど、僕はどちらかというとその前のこの指導の話、これ多分もう一回やった方がいいやつだと思います。多分コメントとかでもわかりました、いやそこを教えてくれっていうのもあると思うので、ただ皆さん歯で打つは秘密だったね。でもまあこの歯で打つはすごく反響があったということで今回復習だったんですけど、やっぱ改めていい練習ですね、本当に本当に分からなくなったら一度っていうのは本当に一旦皆さんこれをやっていただいて、まあ、そこからね、はい、普段の岩本コーチのレッスンに結びつけていけたらなと思っております。僕がお勧めしたいのは、うん、ドライバー調子悪くなってティアアップして、うん、高い球を打つ人はこの歯で打つを忘れないようにすればいい感じになると思います。スライスしてる人は、ね、はい、そうですそうです、もうみんなとりあえずやってくださいっていう練習法なので、はい、やってみてください。ただ、はいはい、これアイアンもあって、はい、アイアンはアイアンでいろんなコメントが、はい、うん、ご応募いただいてるので、はいはい、ちょっと次アイアンの歯で打つも分かりましたと思いますので、はいはい、次回もお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらだよ。また見てねー。